ごめんなさい。始まりました。メキポンのセカンドチャンネル。はい、今日紹介するのはこちら、ピン。アイスの実、大人のショコラ。こちら、新しく出たアイスの実、大人のショコラです。これ食べるのを超楽しみにしてました。ベルギーチョコ 2.6% 使用、とろけるジェラート製法という風に書いてあります。こちらのカロリーは、なんとですよ。これね、ちょっと今まででもかなり、すごい。チョコなのにっていうところがすごいね。129カロリーです。はい。それでは開けていきましょう。昔はね、アイスの実って言えば、こうやってこう切るのではなく、箱になっていたんですよ。でもいつからかアイスの実はこのね、袋になりました。はい。ということで、いただきます。こんな感じ。うん。なんかココアとかじゃなくって、チョコって感じ。美味しそう。いただきます。美味しい。この、なんだろう。めちゃくちゃ濃厚ってわけじゃないんですよ。この 2.6% ベルギーチョコがね、使用しているっていうことで。チョコレートとココアとかが入っていて、確かにココアっぽさもあるんですけども、ココアよりも、より濃厚な感じ。チョコレートよりです。うん。大人のショコラって書いてあるんですけど、全然子供も食べれます。安心してください。食べれます。ダークなチョコっていう感じもしないけど、めっちゃ甘いっていう感じでもないから、多分大人のショコラって書いてあるのかな。うん。